フクテレソラネネットでですガネピカコンビでお届けしていき今日はこちらです、はい、今日は日本人が初めてエベレストに登頂した記念日なんですね。ということで、今日は山についてお届けしていくんですけれども、はい、まずは皆さんからお寄せいただきましたこれぞといった山に関する写真を見ていきたいんですが Fukete!、はいうん、にです、ね、大の山好きカメラマンがいまして。はい あのプチ情報をいただいてきましたのでこれを元に皆さんの写真と照らし合わせてお届けしていきたいと思います山の音そうなんです、はい、まずはこちら、うん、海外のハイウェイではありませんよ落雷山から見る東小富士ですきれいですね、はい、スカイラインを登った先から撮った写真ですかね、うん、まあこの岩肌むき出しのダイナミックな姿がかっこいいですよね、はい、そういですね、はい、続いてこちらです、うん 小国沼出現の日光きすげ。あ、またこれ緑も濃いですじゃ。鮮やかです、ねうん。そう、一度は見てみたい景色です。うん、この尾瀬のシンボル的山と言われているのがこちら、はい、日打ち型。<ー>出現と相まって雄大な風景が魅力的です。え、そして、同じ会津でもこちら、会津、はい、駒ヶ岳。こちらは地頭と高山植物が美しい山だそうで、うん、やや。 強硬さがあるので体力に自信がある方どうぞということですご海外の風景が見えてすごく綺麗。さらに万代さんから見た稲わ白子。金子さん私かつてですね小さい頃この山頂付近で行われました山比子大会のちびっこ部門で優勝したことちゃんと新聞にも載ったんですよっていう。生きてますね。私からのプチ山情報でした。最後に飯出さん。 はい東北のアルプスとも言われています雄大な山景色に圧倒されますよね最後に私からもすみません思い出の山をご紹介させていただきますが猫さんはいどこの山かわかりますああもうこれすぐわかります見てすぐわかる飯島タッチですよねえちょっと待ってください言っちゃったえすごいそうなんです沖縄県の 離島伊江島にありますグスク山まあ別名タッチューとも言われてるんですよねタッチューですあ、タッチューじゃなくてタッチューアクセントさすがタッチューですタッチューですここ実はですね高いと思いきや標高およそ172メートルほどしかないので片道15分から20分ほどで行けちゃいます電風景が素敵ですねそうなんです登山が気持ちいい季節になりましたが危険も伴います こちらは県内の山岳遭難事故の発生件数、過去6年間の累計になりますが、はいうん、5月は54件と1年の中で2番目に多いんですね。はいうん、どんなことに気をつけなければならないのか、はい、こちらです。5月は設計での道迷いや滑落が多いということなんです。山岳遭難に詳しい大城さんによりますと、 設計で登山道が見えなくなり、方向がわからなくなると、うん。確かに迷っちゃいそうですね。そうなんです。ですので、地図や GPS アプリで位置確認ができるようにしておきましょう。うはい、さらに、滑落防止のために、アイゼン、こういったものですね。アイゼン。はいこちらを活用してください。はい、さらに、脱水にも注意が必要です。 登山前に500ミリリットル以上飲め、また登山中もこまめに水分補給をお願いします。はい、そして今年に入ってからも山岳遭難の発生件数が出ているんですこちらです。はい、はい、5月はすでに8件発生していますので注意が必要です。で、その備えという点で最新の捜索サービスっていうのもあるんですね。はい、でまずこちらですね。救助にかかる費用なんですが。はい 道迷いで遭難した際、はい、警察や民間の救助隊、うん、駆けつけますよね、はい、だいたいどのくらいかかると思いますかいやまず費用のことまで考えたことなかったですけど三、はい、万円とかこちらです四十6万円かかり、えー、そんなにかかるんですか、はい、さらに天候不良で道に迷った場合は、はいうん、まあヘリ、はい、使わざるを得ないケースありますよね、うん、その時はなんと 175万円と万円以上するんですか。そうなんです。まあその備えという点で、はい、最新のその捜索サービスというのも利用する一つ手かもしれません。ここを便利というものでして、はい、はい、専用の発信機でいざという時に、うん、あの居場所を見つけてくれて早期発見につながると。なるほど便利。さらに捜索救助費を補填してくれる機能もあるということなんです。ですかはい、一つ参考にしてみてください。